内よ。お前がケンシロウか。俺はついているな。貴様はまだ封印を解かれておらぬと言える。お前はただ死ぬのみ。そして北斗流拳こそが、この海王こそが新世紀創造主となるのだ。ここに葬られたとあってはラオウも死にきれまい。フン、体中の骨を砕いてくれるわ。おお、なるほど、これが北斗神拳無双転生。さすがだケンシロウ、究極奥義でなくてはこの海王を倒せぬと踏んだが、誰にも俺の実態は捉えられない。無より転じて生を拾う、それが北斗神拳究極奥義無双転生。ならばその破壊してくれよ。またしても貴様は自分の闘気を抑えることができぬようだな。そこだ。なんという弱さ。これが北斗神拳の伝承者だと。愚か。この国の者どもはラオウ伝説を信じ、北斗神拳の救世主を待ち続ける。だが救世主はここにいる。俺こそがまさにこの世の救世主なのだ。北斗神拳の血などこの世に一滴も残さぬわ。
転生を破られてまだ諦めぬ。僕と真剣に絶望はない。我が魔闘機、貴様の剣が到達するまでに全ての闘気を吸収してしまう。やめて。これは憎い。俺に流れる北斗竜拳の血が魔道の血と虐げられ1800年もの間歴史から抹殺されてきたこの血がな。だがこの呪われた血を拭い去る術が一つだけある。それは天帝の血をもって呪われた血を洗い清めること。いい、お前は俺の子を産むのだ。その日より北斗竜拳救世主伝説の歴史が始まるのだ。目だ重慶、あの世で北斗竜拳の流星を見届けるがいいよ。やったお、終わった全てが。ケンシロウは海王に敗れ去り、時代は大きく沈む。ああ、己の過ち、ついにこの命では償いきれなかった。ああ許せ、この大バカ者。泣け、わめけ、北斗の星玉よ。今こそ北斗神拳の歴史は終焉する。剣がやられるとは。もはやこの俺が鬼を食らうラセスに戻るしかねえ。何者だ。海王にはかなわぬ。この命をかければケンシロウは奪えよ。サンティさん、重慶が北斗竜拳を仕込んだ4番目の男。難しいわ、こわっぱ。歯が立たない。 なんてやつだ。こむしめが魔界の入り口をうろついていたような剣が
この海王に通用すると思うか。死ね。どうやら間に合ったようですね、親父。そのようだな。海賊流の戦いを見せてやる。マジか。これは硫酸。機体は砕けても液体は砕けぬ。俺が海に生きる男の知恵よ。早く洗い流さねえと骨まで焼きただれるぜ。この海王に一杯食わすとは。海王が水の中に逃げたぞ。親父、やはり親父か。やっと迎えに来れたぜ、息子よ。ダチ、ここで待ってろ。あの野郎の息ので止めてきてやれ。親父、待て。奴はただの男ではない。やめろ。よし、ありったけの森をぶち込んでやれ。親父。最後の最後でへましまった。やっと会えた我が子に。それもこれだけ強くたくましくなった子に。泣くなシャチよ。シャチは海の虎、そしてお前はこの赤シャチの子。お前のために死ねたんだ。俺は嬉しいぜ。それによ、親より先に子が死んじゃう親不孝ってもんよ。小さい時から俺はいつもお前を抱いてた。それがお前に抱かれるようになったとは。夫、強く抱いてくれ。親父。はあ、いいもんだ。我が子に抱かれるというものは。親父。やっと会えたというのに。海王が戻ってくるぞ。早く逃げてください。ダメだ、海王は止められねえ。シャチさん、ケンシロウさんを連れて逃げろ。しかし。頭をやられて仇を討たなきゃ海賊家業をやってられねえよ。すまん。ケンシロウ、もう少しだ。この先に城外へ抜ける用水路がある。この状態では満足に戦うことはできん。なるべく敵を避け逃げなければ。奴らは手負いだ。そう遠くには行けん。チラミつぶしに探し出せ。シュラ、俺たちを探しているはず。ここを突破して逃げ切ってみせる。それが剣を守りきる最善の方法だ。剣が死ねば全てが終わる。親父、みんなの死は決して無駄にはしねえ。さあ行くぜ、ケンシロウ。ケンシロウと社長見つけたぞ。おい、逃がすな。壁を動かして道を塞げ。奴らを生かしてここから出すな。なるほど、いざという時は壁を壊して突破しよう。邪魔者は消えた。今度こそ脱出だ、ケンシロウ。
仁義信、この海王が最も嫌うものを持つ者どもよ。殺させぬ。この男だけは命にかけて殺させぬ。愚か者め、貴様ごとき素手でなぶり殺してくれる。その勇気に免じて渾身の的を気を込めてケンシロウと共に地獄へ送ってくれよ。ん？何？海王の的を気が消えた。これは幻影と。うわ、息が詰まる。魔闘機の行き場を失って体内へ。なに！我が魔闘機、ケンシロウに臆したというのか。これが北斗宗家の血。神髄は極限の怒りと悲しみと聞く。その神髄は魔闘機を怯えさせた。動けずしてなお魂で戦い続ける男、今こそ俺は確信した。俺はこの男を待つためにこの国で恋をし、この国に留まっていたのだと。